ブルーベリー畑の方に来てますね。夕方5時半を回っているんですが、気温が30度を、ね、上回るというとんでもない天気になっておりますが、今日は蜂の巣を、ね、叩き落とすという、非常にこの重要なですね、危険極まりない仕事をしなければならないですね。早速現場に行っています。画面中央ですが、意表をついてね、トンボがおりますですね。まあなんやかんや言いながらね、お盆過ぎだからもう秋になるっていう感じですかね。まあまだ過ぎてませんけど、これからですけどね。そしてこの画面中央に蜂の巣があるんですね。とりあえず周囲をそれほど蜂が飛んでいるわけではなさそうと、割と小さめなおとなしい感じの巣に見えます。木の下に蚊取り線香を置いて、この蜂をいぶすという感じなんですけど、まあこんな面倒くさいことやらんでも、もう取ってもらった方がいいかもしれませんね。取り方としては、あの枝切りバサミの長いやつを持ってますんで、今日はそれで、取ろうと思ってるんですけど、一応1匹ぐらい蜂は、2匹かな、表面におりますね。画面中央にね、巣があり、数匹の蜂がね、その表面におる感じですね。で、まあ、風があるんで、蚊取り線香でいぶすというのがね、ちょっといまいちうまくいかない感じです。それと、まあ、蜂自体の数がそれほどでもないんで、その、まあ、枝切りバサミの長いやつで遠方からこの蜂の巣を落とすのか、それともこの巣がついている枝ごと切って捨てると、まあ、そんな感じのプランでいこうかなと思いますね。ただまあ相手は実際今数匹活動してますんでね、とにかくまあ油断大敵ということで、あ、今1匹入ってきた。慎重に、取り組もうと思います。で、近くに自分の自家用車がね、窓を閉め切った状態にしてあるんで、蜂をね、投げ捨てた直後にその中に逃げ込むという感じで行こうと思いますね。検証の結果ですね、左手の方からですね、そちらの方から枝ごとをカットするというプランに決定しましたので、早速突撃します。残念ながらね、作戦に失敗しました。枝がいっぺんに切れなかったんですね。敵は混乱しておりですね、まあ、この巣からね、兵隊が出てきましたんで、危なくですね、刺されるところでしたが、今車の方に逃げてきまして、そこから観察中です。とりあえずちょっと相手がね、気づいちゃったんで、今刺激することは非常に危険ですね。ということで、まあ、ちょっとね、この敵が落ち着くまでちょっと時間を待った方がいいだろうなという感じですよね。まあ、いずれにせよ剪定バサミで切りに行った枝自体がなんか太かったのか場所が悪かったのか分かりませんけど、まあ、そこでスパッと枝を切って掴んだ状態で捨てるというプランだったんですが、失敗ということですね。ということでね、今度は新たなる敵、ミノムシですね。まあ新しいというか、まあここしばらくこのミノムシ動画やってますけど、非常にこの再生数も悪く不評ですね。やはりこの気味悪いものはみんな見たくないということだと思うんですが、まあけどやっぱり実際農業のね、現状としてね、その楽しく美しいことばかじゃないんだよと、大変なこといっぱいあるんだっていうね、
そういうことも、まあ、伝えてもいいのかなという。特に無農薬農法とか言ってね、言うことは簡単なんですけど、やることはこうも大変だぞっていうね、まあそういうことも、まあ、一つね、知っていただけるといいかなという。まあとりあえずね、ここの場所はさっきの鉢から離れてますんで、とりあえず 手作業でね、それだけ、ミノムシを取ります。とりあえずね、まあ収まった感じなんですけど、そうですね、まあ、これね、カメラが望遠で撮ってまして、距離は3メートルぐらいありますね。でこの方向から、あ、また飛んできたな。見てれば、多分蜂は私に、ね、気がつかないはずですね。でも確かにさっきよりは活発に動いてますね。だから、棒を使うことによって、いかに気がつかれないように、その、巣をね、外すかっていうことになるんですが、さっきは枝ごと行こうとして失敗したので、まあ、今度はね、巣を掴んでそのままポイという感じで行こうかなと思いますね。はい。それでは、プラン B 発動します。再び失敗したんですが、相手は私の存在に気がついていないのでね、再度挑戦します。お、あ、でもついとった。連続するね、危険作業のためにちょっと精神的に消耗したもんで、まあ、ミョウガでも取りながら、ちょっと落ち着きましょうということですね。雨がね、まあ、まあまあ降ってくれるもんでね、まあ小さいですけど、結構あるんですよ。こんな感じですね。あるよと。よいしょっと、よいしょっと、ここにもある。よいしょ、ちっちゃいな。よいしょ、よいしょ、小さいね。まあこちらのね、ブルーベリー畑の端っこの方にはミョウガ生えてるんですけど、ちょっといろんな雑草と絡まり合っちゃってね、本当に取りにくくなってるんですが、ちょっと、まあこんな感じですよね。あったかな、こいつか、これね、こんな風に伸びてますね。よいしょ。まあそれほど取れなかったですし、なんかこうちょっと時期がまあ遅くなってきたかもしれませんね。もうシーズン過ぎちゃったかもしれません。これが金柑の木で、その下あたりにミョウガが出てるんですね。日陰の方がやはりね、よく育ちます。なんかこうつる草のようなのが巻いていてね、根元くしゃくしゃなんで、やっぱり掃除が必要ですね。ということでね、本日はですね、まあ、このブルーベリー畑の蜂を退治したという話でした。以上でございます。